石形若隆景、西前頭八枚目、福島県福島市出身嵐山部屋、東方翔猿、東前頭十四枚目、東京都江戸川区出身追手風部屋、呼び出しは幸吉、行司は木村久之助であります。この取り組みは味一筋、お茶漬けのみの長谷へ、酒茶漬けの長谷へ、並びに森永製菓から検証があります。